ケケおっぺケけケけけけ <laughs> いやこちらはですねうです <laughs> 川上音次郎のおっぺケケペーブシっていう有名な <laughs> いいものです。 これは何でこうなったのかっていうのも不思議なんですけど川上元次郎って変わった人で実は一旦あの福材式の慶応義塾にあの使用人として雇われていたんですよ。で勝手に授業を聞いて耳学問でいろいろと覚えていたんです。えー、しかも、まあ、これは 本当かどうかは別ですよ歴史というものはだって見たわけじゃないですからうん。福沢駅樹の蔵書を売って生計を立てたという <laughs> <laughs> 有名な話がございます <laughs> で川上乙次郎という男がいるわけですおっぺけっぺー節ですね柳中の墓地に、えー、お墓がありまして私も、えー、柳中の墓地に、えー 行きます鎌倉痛み落としの墓でかいんですよいかと <laughs> まあ理由は何となく分かるんですけどね波劇これを作ったんです。波劇というのは一体何かということです。実は鎌パがあるということは急波があるはずです。 旧派というのは、歌舞伎のことです。そして川上乙次郎です。横にいるのは、川上貞弥呼。初の女優です。川上乙次郎という男は、 日本で食えないと思ったらどうしたか海外に行こうと思ったんですしかし残念ながら海外では男が女役をやるということは変態と思われました困りましたそこで妻の貞奴に やってくれって言ったんです。えー、というのは川上貞奴は、ええー、もともと舞妓さんからは芸妓さんになってますので。あの、すべての素養がついてます。踊りも歌も。えー、しかも貞奴を水上げした、まあ、貞奴のね、えー、水揚げした人は。なんと、当時の初代総理大臣。伊藤博文です。 つまりトップだったんです妻がトップだったんですそして貞子に頼んで「踊ってくれ」って言いました圧倒的な人気ですヨーロッパでゲランの香水で ヤッコっていうのがあるんですがこれは川上貞役のヤッコです日本人で初めて香水の元になった女性ですそしてその後弟次郎の軍団はなんとバッキンガム宮殿でイギリス王宮で演劇をしました こういうことは、はっきり言いましょう。今でも不可能です。今でも不可能です。ということがありました。まあ香水というのはヨーロッパではビっていう、要するに香水池がいて、とことんまで、とことんまで期待抜いて作る人間ですから、 そういうことですつまり音次郎とだや子はむちゃくちゃやってくれましたありがとう <laughs> えー、次は進撃ですこれは西洋劇です <laughs> えー、文芸協会の坪内逍遥と島村宝月です えー、まあ坪、まあ、有名な作品がありますがね、えー、これは文学史の勉強の時にしゃべりますが書き出しが「バラの花は」って始まりますので「バラは書けない!」って思って勉強したことがあります。「レモンは書けますけどね懐人元四郎の」<laughs>「バラはちょっと書けねえよ」って <laughs> まあみんなが思います。 そして島村法月ですね宝月は、えー、松井壽子という女性をと仲が良くなり仲が良くなり含むとこを押さえてくださいね仲が良くなりイプセンの人形の家自立する女ノラを演じたんです。 実はここまでは全部入試に出たことあるんです野良、えー、まで出せますうんあんまりそういうのはないんですけどドラマでもたまにあだ名が野良っていうのが出てきます一人で戦ってる女の子の名前は野良っていうあだ名の人多いんですよ、えー、自立する女っていうイメージです家から出てで。 松井スマコあります。えー、こちらおそらく松井スマコはガラスの仮面の月影ちぐさのモデルと思われます。えー、ガラスの仮面の月影ちぐさのモデルだと思います。ほぼ硬いと思います。えー、ということでそれを置いといて次行きましょう。 えー、月は築地衝撃用です押さないカオルとひ肘形ヨシに作られたんですが分裂しますいっぱい分裂しますが押さないカオルのここを丸つけてるのはみんながまつ間違えるからです <laughs> 小山内と書いては押さないカオルなんですここ外さないようにそして、えー、その後新刺激 坪内翔陽が書きました霧これどういうことかわかりますか主人公は最後の豊臣家家老だった片桐勝本です片桐勝本は豊,豊臣家のために尽くしたのに最後与党殿に 隠しされます最後の木々の一つの葉が散ったのですそして豊臣家は滅びましたそれがこの戯曲ですなんで坪市正義がそれを選んだかどうかは分かりませんただ僕は思うんですが 養という名前をペンネームに使っているじゃないですかこれは実は皆さん散歩って意味なんですよ散歩を知っているるに考えるんですよだから我が身を考えるとうんつまり仕事をしている時ってあんまり散歩をしないんですよ忙しいんですよでも仕事を失ったりとか 失脚していいる時は散歩が多いんですだからすするんですまあ哲学をする人もいますよね西田さんみたいに哲学の道のそういうことがあるんですそういうことで、えー、坪内はここで歴史をあえて選んだということです。あと何分 ?10 分ある。うん 次の新歌舞伎っていうのはちょっと新しいタイムなんですが、小澤さんが市川早助の2代目と組んだんです。これ結構カルトな感じなんですよ。カルトな感じなんですが、入試ではほぼ出ません。だけど押さえといてください。さっきのあの増資あの切り 一羽は片桐、り勝つも取ってな頭に入れといてください。鈴川岳七本槍の一人です。えー、そしてまあこの後これをやるのかと思うんですが新国劇です。入手してあまり多くは出ませんが澤田勝二郎大衆拳劇です。 日本人大好きです。切って切って切りまくる。やりますよ。やりますよ。みんな座布団をお腹に入れて戦ってますもう目が悪い主役の時はもう切られまくりますから本当に。ですが受けました。えー、大衆演劇、えー、というのが人気がありました。 他にもまあいっぱいいるんですけど戦時中は島田将吾と辰巳龍太郎がいましたねすごい人気があります、えー、今もやっぱりね僕たち暴れん坊将軍を見たりとかね、えー、そういうのあるじゃないですか やっぱり暴れん坊将軍の時は毎回最終回は薩摩藩が出てくるんですよで毎回それまでは「ここに上様がいるはずはない偽物だー!」って言って戦うわけですよねだけど最終回だけは薩摩の人間ですから「上様お迎えします!」って はっきり「上様と分かって立ち向かいます」って言ったんですよ毎回それが面白かったです最終回だけは薩摩が出てきて「上様お,お迎えします」って言って「事件流のこの刀持ちです事件流はこうですから」「チェイソー!」です上様は野球進化芸流ですから 木のたのみということがありますと、えー、ということで毎回それで終わるのを見るのを僕は楽しみにしてました。だって堂々と将軍と分かって立ち向かうっていうのをこれはすごいと思いました。 えー、そして、えー、戦後ですがこの宝塚少女駆けきたんですがこちら作ったの誰かというと、えー、小林一三という方です、えー、阪急電鉄を作った人です、えー、そして阪急電鉄といえば駅の立ち食いそば うどんカレーそしてこのカレーに福神漬けをつけをたのは小橋一蔵ですその小林一三は当時の商工大臣今の通産大臣にあたります通産じゃないけど今経済産業大臣ですかコロコロ変わらないでくれよって思うんですけどうんまあ 辛いとか甘いを調節するのにどうすればいいかと思ったんですようまさはソースでいいと思うんです大阪人はハイカラってのは好きです、えー、ですからソースでやるんですけどまあとりあえずいろいろ考えたところ福神漬けで味が変わるっていうことに気が付いたのですで、小橋酢はあの ぶっちゃけなんでこれを作ったかというとですね大阪から宝塚まで電車を引っ張るんですが宝塚に遊園地と鍵ギターを作ったんですで最初はプールを作る予定だったんですがそのプールは衛生上ダメだってことになっちゃったんでそれを一体何にするかっていうことで困りまして。 プールダメだっつってその時ウィーン少年合唱隊を見まして <laughs> 女の子でやれいいじゃないかということで宝塚少女歌劇団を作ったのです、えー、そしてですね、えー、作って作る前にあ温泉も作ってますよ宝塚温泉をすでに用意してるんですよだからその間を 土地を、買ったんです。儲かりますね。大阪人儲けます。ということで、えー、かなり儲けました。うんということで、えー、宝塚温泉と宝塚の,、えー、あの遊園地とそしてこの宝塚歌劇団によって。 宝塚まででで持って行ったんんすす結構遠いんですよ50分60分かかるわけですよ中心地からしかし圧倒的な人気ですそしてその間の区間に住んでる人は新しく作られた町づくりで作られた町に住んでるから非常にまあいい感じに見られますええー、それが えー、小橋一蔵の作戦でした優秀な人でしょうねうん。ただ戦争中商工大臣だったんですが商工次官とけか喧嘩しましたで、商工次官がでは私は辞めますって言って辞めてしまったんで内閣が崩壊しました えー、岸信介という人です、えー。安倍晋三総理のおじいちゃんです。<laughs> じゃあやめる妖怪と言われた男です <laughs> そんなな甘くない <laughs> ということがありました。えー、ということで宝塚少女歌劇団は実は意外とそのプールの問題だったんです。あんまり知られてないんですけど。そしてスーパーパ こちらは猿之助ですね。イチカー猿之助です。空飛んでますからね、あの人。歌舞伎で。えー、スーパー歌舞伎っていうの。これあの、僕、実はあの、スーパー歌舞伎って、昔、黒板に書いた時は、歌舞伎ってちゃんと漢字で書いたんですけど、歌舞伎不安の女の子っているんですね。歌舞伎不安の女の子に、先生。 スーパー歌舞伎はカタカナですって言われたんです <laughs> そっかって <laughs> 調べたらその通りでした <laughs> ということでやはり生徒から学ぶものも多いということを私は学びましたそれではまた次回